テレビの情報番組で歯に衣着せぬ発言をして有名になった韓国出身の大学教授金慶玉キムキョンジュさん、そのまんま東三島とのやり取りが面白いと話題になりました。目立つのは発言だけでなく、キャスターのように美しいと評判に。今回は金慶玉さんの見た目にフォーカスして、顔立ちから髪型やファッションについても紹介していきます。金慶玉のプロフィール。本名金慶玉キムキョンジュ、生年月日1967年、昭和42年、射手座。出身地韓国ソウル特別市。最終学歴東京大学大学院博士課程修了。所属事務所ホリプロ。目次、金慶玉が可愛い理由は整形かメイクか。金慶玉のおしゃれなショートの髪型、金慶玉のファッション。金慶玉が可愛い理由は整形かメイクか。整形疑惑について、日韓問題についてコメントすると、周りの発言を遮ってまでも主張するアグレッシブな金慶玉さん。テレビで見るといつもファッションやメイクのお手本になりそうなほどおしゃれな方ですよね。しかし若い頃の写真を見るとまるで別人のようです。まず体型が2021年現在とは全く異なり、ふくよかな体型でした。そして目も細くてエラが張っているように見えます。しかし若い頃の方が可愛いし、優しそうでソフトな印象を与える顔立ちでした。韓国では整形をする敷居が日本よりかなり低いとの事実。韓国人の中には目を二重にする程度のことを整形とは言わないと思っている人もいるとか。金慶玉さん本人は整形はしていないと言っているそうです。鼻筋もシュッとしたように見えますが、これは体重が激減しているからかもしれません。もしかするとアイプチなどを利用してアイメイクを上手にしているので、見栄の整形手術をせずに大きい目に見せることに成功しているのではないでしょうか。しかしどんなに痩せてもエラまで減らすのは難しいでしょう。そこだけが謎の部分です。メイク上手金慶玉さんはその日のファッションに合わせてアイメイクまでも微妙に変えるそうです。目尻のグラデーションを服の色に合わせたりと細かくメイクをしています。はっきりした物言いにぴったり合う濃いめのメイクもなかなか好評。金慶玉さんは大手芸能事務所のホリプロに所属しています。推測の域を超えませんが、プロのメイクさんがついている可能性は十分あるでしょう。それで、あのような完璧な化粧ができているのかもしれません。韓国の人が、旅行などで日本人が韓国に来ているのだとはっきりわかるのはズバリ、アイメイク。韓国人はアイラインをバッチリ引いたり、マスカラをたっぷり塗ったりして目力がしっかりしているように化粧するのだそう。日本人でも同じような化粧法の人はいますが、多くはありません。日本では、どちらかというとナチュラルメイクが好まれます。金慶玉さんが目元に重点を置いたメイクをするのは、韓国人だからなのかもしれませんね。2021年には54歳になる金慶玉さんですが、10歳以上は若く見えますよね。金慶玉のおしゃれなショートの髪型。金慶玉さんの髪型といえばズバリショートヘア。コメンテーターとして日本のテレビに出演しているとき、ショート以外の髪型を見たことがないですよね。前髪はかなり短めにしてサイドに流していることが多いようにお見受けします。髪の毛の色は茶色であることがほとんどのようです。かなり明るめの茶色から黒に近いダーク系の茶色まで様々。ショートカットにすることで快活な印象を与えていますよね。襟足はかなり短く、肩についていないことが多いです。ワックスをつけて束感を出すようにしており、華やかに見せています。
ベテランのニュースキャスターのような知的で仕事ができる女性を演出したい人にぴったりの髪型なのではないでしょうか。金系玉のファッション、一般人とは思えないほどファッションセンスが素晴らしい大学教授の金系玉さん。テレビに出演するときはほとんど日韓関係の政治問題についてです。ですからスーツなどのフォーマルな服装がほとんど。しかし派手な色の洋服をよく着ているところが日本人と違うセンスだなとお見受けします。韓国ドラマなどで俳優が着ている洋服も原色系などの奇抜な色を選んでいることが多いです。それがまた非常に似合っていて素敵です。金系玉さんもしっかりめのメイクとぴったり合う洋服を選んでいて、雑誌から出てきたようなハイレベルのコーディネートをしています。珍しく薄いピンクのセーターを着ていたことがありました。しかし胸の上あたり派手なブローチを3つもつけて、ネイルにも濃いめの色を塗っています。結果的に金系玉さんはやはりゴージャスな雰囲気を醸し出しているのです。